南側、右岸から見た海平橋海平橋は埼玉県の上吉市平方と川越市中老袋の境で荒川に架か,かる埼玉県道51号川越上尾線の道路橋である。百七十七年完成の橋は川口からロメートルの地点に架か,かる全長トル、幅員十点五メートル、主点三メートルの 高単順合製箱下多橋である。また、埼玉県の第一次緊急輸送道路に指定されている。右岸側は荒川定地のため連続した堤防が設けられているが、左岸側は大宮大地の縁に接続されており、堤防が設けられていない。また、右岸側は荒川横包みである植木第一横包みに接続され、取り付け道路がその天場を通っている。すぐ西に、 入間川に架か,かる入間大橋がある。歩道は車道を挟んだ上流側及び下流側の両側に設置されている。また、東部バスウエストの川越零六系統路線の走行経路である。上尾寄りのバス停は平方人ジャマイガモより、1956年当時の旧海平橋後の海平橋の付近には江戸時代から平方菓子があって、土線上を兼ねていた。 この渡し場は、平方村にあって、上尾宿と川越の城下町を結ぶ道にあたっていた。船2層を有する館渡しで、渡船量は、土方が1人3輪、入馬が1匹8輪であった。渡船は1883年の橋の開通後に廃止されたが、大水の際に臨時に渡船を運航していた。明治時代になって、地元の飯田人材門らが出願して、初めて橋が架けられた。 1883年12月16日に完成した海平橋は全長51件、幅9尺の船橋で、杭につないだ10層の船の上に板を乗せたものであった。橋の位置は今より少し川上にあった。建設の材料と費用は近くの神社の木を伐採して得た。橋の一部である左岸側から2番目の船が仙海橋のように、 上流側に線形に6件分開閉して、荒川を通る船が通行できるようになっていた。共鳴の由来はこの様子によるほか、平方村の開拓への思いからつけられたと言われている。有料橋で通行量は五輪であった。埼玉県立川の博物館に、初代の開閉橋の模型があり、橋が開閉する様子が展示されている。最初の開閉橋が損傷したため、 1890年7月に修繕願いが提出され、大修繕の末1891年6月に、新たに船4艘と橋脚10組で支える橋に掛け直された。長さ62間、幅2間であった。この橋はもはや船の通行を許さず、荒川修運は手前の平方菓子までとなった。終着点になった平方菓子は、次第に鉄道に輸送を奪われつつも、 最後の繁栄を迎えた。海兵橋と平砲にあった工場群1910年の大水で再び壊れた。海兵橋は1911年頃に駆け直された。この時に船は廃され、橋脚がある板橋になった。また、この橋の開通によって都線は完全に廃止された。長さ62間、幅12尺であった。橋は平砲村が管理した。 大水の時に水面下に沈む寒水橋で水位が上がると橋の板を取り外さなければならなかった。有料橋で通行量は一線であった。この橋は1932年から1933年頃に破損したが日中戦争の戦時下にあって掛け替えが認められなかった。なお、1935年に通行量が廃止されたと言われている。 1952年に新しい海平橋がやや下流側に架けられ、2月16日に開通式が行われた。着工は1951年10月で、仮設には憲費500万円が投じられた。これは長さ91メートル、幅4.5メートルの木橋であった。水位が上がると冠水する冠水橋であることは前と同じであったが、 バスやトラックの通行が可能であった。1958年9月に流出した。1959年に鉄筋コンクリートの橋脚にかけ直した。橋桁と橋面は木製で増水すると水をかぶるのは前と同じであった。水没時に流されないようにするため、欄干がなかった。人や車の転落事故が絶えず、王宮に簡易な欄干を当てた。また、 この橋の観光により、川越と上尾を結ぶ路線バスの直通運行が開始され、1日後往復運行された。1977年に新しい海平橋が完成した後も、この橋の使用は継続されたが、1985年7月に撤去された。取り付け道路は一部はゴルフ場の敷地に転用されたが現存している。百七十七年四月一日に、 今までの橋より、川下の一致に総工費14億5655円をかけて永久橋がかけられた。建設には1971年から6年かかった。これが現在の海平橋である。長さ816.8メートル、幅10メートルある。橋の施工は、東京鉄骨橋梁、東日本鉄鋼、宮地鉄工所が担当した。 また、佐賀側は、県道66号桶川浦和線の交差点までの取付道路が整備され、開通当初は、平方地内で橋までの交通の流れが2カ所の交差点を挟みクランク上となっていたが、その後に取付道路が、海平橋交差点から馬テ地前までの区間が、既存の道路から下流側に、付け替え前の道路は市道に降格され、現在も、 生活道路として存続している。荒川の河川敷は上流側は右岸側に下流側は左岸側に広く取られている。その河川敷のかつての荒川と入間川の合流点の場所に三つまた、沼ビオトープがあり、貴重な動植物が生息する。河川敷は主にゴルフ場などのレジャー施設として利用されているたは農地となっている。近年までは、 下流側の河川区域内には小規模な集落もあった。橋のある場所は1969年度より埼玉県が水質測定を行う地点の一つに加えられている。橋の下流側に揚げ押し及び埼玉市西区の飛び地が存在する。また、毎年夏になると橋周辺の河川地域で揚げお花火大会が開催され、見物客で賑わう。ありがとうございます。